今日はまず朝一で、トライアスロンの、先輩針の先生にちょっと針治療をしてもらいます。肩が痛くてしょうがない。十条銀座です。十条銀座、ここがうちの先輩の針です。いや、めっちゃ良かったです。まず歩き方から左が下がってるってことで、もうめっちゃ本当針打ってもらった。すごい痛さでした。ここがそこまで体が歪んでた。いやでも本当良かったですね。あ、いいですよ。どうぞどうぞ。皆さん、これ何キロですか？3キロですね。の乗っちゃいけない人いないんですよね。ビデオカメラなんですけど、いいっすか？お、別に普通にしといてください。エベレスト新宅100円いただきました。ありがとうございます。ってください。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。でもなんかちょっと気持ちいい。いや本当第1号ですね。なんか100円出して、そのエベレスト気をつけて行ってきてくださいっていう感覚が気持ちいい。あ、本当ですか。やっと。全然出してもらって大丈夫。じゃあ出したらなんか俺これ投資したからって言っちゃっていいんですよね。あ、もう言っちゃってもらって。俺支えてるからみたいな。支えてる。相当やろうな。ありがとうございます。じゃあとにかくやってみますか。そうですね。すごい良かったです。あれだ、金を巻き上げられてる感は立場なんかあれですよね。社員と代表取締役の弱いものから取ってますよ、これ明日、新宅。いやいや、もう NG ですから。おー、5番目のいただきました。ただ、信じて託すだけの新宅。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。いえいえいえ、信託ですね。はい、もちろん信じて託します。ただ信じて託すだけです。何の見返りも期待してない。